被爆によってこれが原子炉の中に落下をして倒壊してしまっている。長崎への原爆投下から78年が経った今月9日、平和の大切さを学んでもらおうと、食材の宅配などを行うパルシステムがいわき市で交流会を開きました。交流会は長崎とオンラインでつないで行われ、平和活動に取り組む人から爆心地近くにある浦上天主堂などの説明を聞きました。空襲の恐ろしさを知ることができました。原子力の怖さ、戦争の怖さ、そういうことも絶対やってはいけないとか、そういうことをまあこれからも家族で話していくことを思ってます。パルシステムは今後も被爆地との交流を続けることにしています。